お疲れ様です、はい、今日、ゲームキャプテンとして試合出られましたけども、まず今日の試合の感想をお願いします。そうです、やっぱり、前回同様に全体としての、試合の流れっていうか展開としては悪くなかったと思いますし、やっぱしっかり相手のディフェンスライン中心にしっかり相手のストロングポイントって部分は試合の中では削ったとは思うんですけど、やっぱり最後あの1本でっていうのは先週に続きやっぱセットプレーでやられちゃってるので、まだまだ集中力をもっと持続させるだったり、やっぱあの1本で終わっちゃうっていうのが余計にやっぱ悔しさっていうかそういう部分も残っちゃうので、やっぱり最後まで、集中力というかやっぱあそこで集中力が切れてたとは思えないですけど、でも相手の方がやっぱ上回ってたっていう部分があるので、そこはやっぱり負けてはいけなかったかなとは思います。この連敗続く中で選手間のミーティングを増やして、一丸となってというか気持ち方向性というのは同じように向けてきたと思うんですけども、そこのあの1点1失点というのはやっぱ相当悔やまれますよね。そうですね、ただもちろんああいう試合の中でやっぱ相手の方が一歩上回ったりとかっていう、出てくる場面もあるので、やっぱりホームですし、やっぱりゼロ得点がなかったっていう部分は非常にチームとして残念な部分ではあったかなと、思いますね。これで6連敗っていう事実になってしまったんですけど、それはどのように受け止めてますか？そうですね、もう正直ここまで来たらもうなんかこう6連敗とか深く考えててもやっぱりもう前を向いていくしかないので、ある意味もう全員がやっぱりいい意味で開き直りというか、そういう面もやっぱ必要になってくるんじゃないかなと思います。それでも試合終わって応援してくれたサポーターとかファンというのは、本当に温かい声援、送ってくれてました。次に向けて、ファンサポーターにメッセージをいただけますか？やっぱりチームはすごい苦しい状況には来てますけど、今日もやっぱり最後まですごい大きな声援を送っていただいた皆さんのためにも、僕たちは次もやっぱりしっかりピッチに立って戦う、義務あると思いますし、やっぱり僕たちもですけど、やっぱサポーターの皆さんもやっぱそういった同じぐらいしんどい思いをしていると思うので、早く皆さんに勝利の喜びを一緒に届けられるように次節、頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。